しみじみ飲めばしみじみ。縛れるね。青森の方はもっと縛れるんでねかね。どうなんだべかね。はい、ウエストファクトリーのアンドラドン動画になっております。今日もね、下前のみ動画をお付き合いいただいておりますけれども、実はですね、今日はもうお付き合いさせていただいているエビテツチャンネルさんですね。エビテツさん、もううちにも遊びに来ていただいて、こうね、もう名物な方なんですけど、うちのお仲間さんの間ではね、有名な方なんですけど、今うちの浜子ターさんが仙台出張しておりまして、その流れでちょっと青森の方へ足伸ばしてくれましてですね、なんとエビテツさんが、経営されているこのエビテツ工房エビテツ工房とは言わないけど、お仕事場をね、取材してきてくれたんですよ。ちょっとね、僕なんかもエビテツさんどんなところでどんなお仕事してんのかななんてすごく興味あったんで、その取材の模様はね、すごく興味があって楽しみにしてたんですけど、いや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 、ターさんもよく言ってくれたなっていうね。うちの身近なお仲間さんなんかもすごく楽しみなね、企画だったんじゃないかなと思うんですけど、その取材の模様をね、今日はお届けしたいなと思うんですけど、じゃあちょっと青森の方でね、取材に行ってくれてるターさんの方を呼び出してみましょうか。はい、ターさん、ターさん、なんか鳥の鳴き声すんげえうっせんですけど。え、何これ、どうなっちゃってんのこれ。ウミネコに神社が占領されてますけど。追いかけて追いかけて追いかけて雪国だからや。お、どうも、おはようございます、ターさんです。いやー、遠いね、さすがに。いや、うるさい。遠いね、さすがに。青森県横浜からだとどうかな、7000キロぐらいあるんじゃないですか。はい、まあね、僕がこんな地球の裏側までね、はるばるやってきたのは、そうです、あそこに行くためです。はい、海老名鉄工さんはね、海老鉄さんはご存知の方も多いと思うんですけど、この青森県でですね、薪ストーブを作ってる鉄工場をやっておられますんでね、今日はね、その工場の方にちょっとお邪魔してみたいと思っております。早速行ってみましょう。いやいや、すげえなこれ。いやいや、怖い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 。あいつら。はい、やれやれ、着きましたね。はい、ビナ鉄工さん。はい、こちらでございますね。エビテツさんいるかな？エビテツさん、こんにちは。こんにちは。おお、どうも。あれ、どうも。お久しぶりです。あ、お久しぶりで。あ、エビテツさんですか？どうも。どうもどうも、お久しぶりで。はい。どうも、エビテツさん、まずは、お久しぶりで、どうも。もう何回かね、エビテツさんにはほら、横浜遊びに来てもらって、僕もね、こっち来てみたいなと思ったんですけど、なかなかね、やっぱりちょっとだいぶ遠いもんで、前回横浜来てくれたのっていつでしたっけ？あれ、最後が忘年会。忘年会、はい、あ、忘年会か。あ、じゃあもう大体1年ぐらい前にはなんですね。うん、ですね。ご無沙汰しておりました。ご無沙汰しておりました。それも撮りますか。撮りますか。なんかこう、どうしようかなと思って。エイテスさんはこの薪ストーブをメインに作ってらっしゃるんですよね、うん、これ ね、 いいですね。これ薪ストーブっておいくらぐらいするもんなんですか、これぐらいで。ですね、これが特注品なんですよ。はいはいはい、鉄板がちょっと厚いやつなんで、これで16万円。16万、はい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 、うん、これがあれですかね、普通の家のリビングサイズみたいな感じですか、ね、うん、ですね。まあ、これよりもちょっと大きいのもありますけど、はい、まあ、それはその家によって。家によって、うん、ちなみに
年間何台ぐらい作ってるんですかこれ。ですね、だいたい20台。20台そんなにめちゃくちゃ売れるもんじゃないですよね、うん、それにあのオーダーメイドがほとんどなんで、はい、やり取りしてるだけでも、うんうん、あ結構っていう感じね、うん、はい、お客さんは別にこの辺の人っていう感じじゃないんでしょ。じゃないですね、もう全国から、うん、ほとんどが、まあ、関東。関東？関東。関東が多いんです、うん、関東で。北海道。あ、うん、関東で、あんまり見かけないですけどね、これ持ってる人。うん、まあ、なんかどっちかって言ったら、なんか寒いからどうしても欲しいみたいな話じゃなくて、やっぱ、あの、趣を楽しむみたいな人が多くなるのかな。まあ、あとはもう関東でも、山に近い北関東の、うん、なるほどね。あのその他にもなんかいろいろとあの持ち込まれた鉄仕事を何でもやっちゃいますよみたいなです、ね、中であれバイクのなんか部品なんか直してたりするんですよ、ね、ああもうやりますね、うん、あの近くって言ってもまあ5分ぐらい走ったところにバイク屋さんがあって、バイク屋さんが、でまあ結構旧車とか扱うところなんですよ、はいはい、うん、でそこからあのフレームやらタンクやらですね、これなんとかならねえかみたいなところ、うん、でもそれ以外にもなんかいろんな機械をあの直したりとかっていうこともやりながらっていう、うん、でストーブのオーダーが入ればストーブを作りっていう感じでやってるっていう感じですかね、うん、一応メインはストーブ屋さんなんですけど、メインはストーブだけど、うん、とそこにエンジンとか転がってますからちょっと見せてもらえますか。ああどうぞどうぞ、これが昨日これですね、はい、やつで、なんかね、あのホンダで、これクグレーで CBX かなと思ったら CBX ではないですよね、うん、何のエンジンだかよくわからないんだけど、これはあのオーダー的にはあれですか。でもまあ要はフィンが、あ、うん、クレーフィンがかけてんで、うん、そこを肉盛りっていう感じですね。あ、うん、でまあ今持ってある状態な、あとちょっと仕上げていくかなって感じですかね、うん、ですね、まあ、ある程度持ったんで、あとはちょっとこう削って仕上げる感じになります、ね、なるほどね、はあ、なこともやるんだ、うん、じゃあちょっと海老名鉄工所の中をねちょっと見せていただきますけども、はい、これなんかあのクレーンついちゃってますけど、あの、まあさすがに手で動かせねえようなもんもあるんでっていうことですよね、うん、これ実動しますよね、これね。あ、しますね。あ、本当はですね、あの油圧ポンプとあとシリンダーが欲しかったんですけど、まあこれ丸々転がってて動かしてみたら動くんで、はい、まあ、使っちゃえと、はい、いうことで、これね、あのこう油圧ってあのエンジンなんかもこうベアーってつっちまえばこうあの動かすのも楽ですよみたいな、うん、そうですよね。いいですね。まあ全然手じゃねビクともしないようなものだってやっぱ扱うわけだろうし、うん、これはありゃあったでって感じですよね。ですね。まあで本当はこっちの方がこうメインなんですよ。あのまあプレスで曲げる機械。ああはい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 。これを作りたくて、まあ要は。なるほど。うん、この油圧シリンダーがビャーンってきてここでガッチャンってなってですね、うん、鉄板曲げてるんですね。ええ、ね、ですね。はい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 、なるほど。アウトリガーアウトリガーじゃないのか、なんだろうな。あ、いや、アウトリガーですね。アウトリガーだよね、うん、アウトリガーを利用してあのプレス機にしてみましたみたいな、うん、これももう自分で作っちゃったんですね。ですね。あ、なるほど。あ、ちょっとずつちょっとずつですね。あ、すごいですね。やっぱり溶接の機械があれやこれや、まあガスから半自動からなんじゃらからたくさんありますね。それでは溶接対決、どんどんどんパフパフパフということでですね、あの実はですね、あの僕も、溶接にはね工業高校出身なんでね、ちょっとうるさいですよみたいな話がありましてちょっとね、海老鉄さんと溶接対決してみようかなと思ってね、この材料あの半分までね海老鉄さんにつけてもらって、半分はね僕が溶接しますんで、でね、あの溶接の美しさを競うというこの勝負でちょっと負けられません、ね、あのプロの意地を見せてもらってじゃあ先行海老鉄さんどうぞ、はい、それではちょっと借りて
しまったもん。半自動か、使ったことねえな。まあいいや。それじゃあ行きますね。ましたね。あ、ちょっと磨きは後にしますか。え、あれですよね、普通のアークと変わんないですよね。うんですね。まあ、アークよりはつけやすい。安い、うん、では行ってみます。精神集中。よっしゃ、完璧だな。これちょっと磨いてみましょうよ。ポイントはまあリードがまっすぐでピッチがこう揃っていて、幅も均一でみたいな、なんかそんなところになってくるのかな。あ、まあこんな感じでしょうか。スピードは結果を見てみましょうということで、でーん、こっち側がエビテツさんですかね。おー、やっぱプロだね。こうピッチも揃ってるね。幅も均一で、まあほぼまっすぐで、そしてね、あのこれが僕の実力です。ダディーン。こりゃダメだね、さすがに。何にもついてねえような気がすんな。あー、難しいもんですな、やっぱりな。あれでしょうね。あの、お見それしました。はい、こちらがエビテスさんの愛車でございますね。あ、カッサンチャンネル。さあ、カッサンと合ってんですよね、それね、うん、社名が、GPZ の 250R になります。はい、知ってます。まあね、あの僕らの世代にはね、有名なバイクなんですよ、これね。ちょっとね、正直言ってそこまで人気はなかったんだけど、エンジンかけてみてもらってよろしいですか。はい、これが確かもう1985年とかもうちょっと前かぐらいのあれだから、まあもうなんだかんだ35年だよね。だよね。いや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 、なんだろう、当時は奇抜だったけど、今見ると普通かなぐらいのデザイン。まあ、まあまあそうね。だいぶ35年早かったのかな。多分そうですね。さあ、これね、あで、あのいろいろなチャレンジをして面白いコンセプトであったんだけど、まあことごとくびっくり滑ったね。多分が高先だったから滑ったっていうのもあると思う。もしこれがホンダだったらあったかもね、ワンチャンあったかもね。ですね。今ここに来る前に、はい、あそこの、 あの八戸の朝市見てきたんですけど、はい、すごいですね。あれね、なんか日本一の朝市だっていうじゃんね。せんべい汁って、はい、あれ食ってきたんですけど、まあまあ寒かったんで、あれせんべいって、あれせんべい。あれはもうせんべいなんです。完全にせんべいなんですよ、あれ。やっぱりただやっぱりあの鍋用のせんべいっていうのがあって、なんだろうな、これな、せんべいっていうか、まあせんべいといえばせんべいなのかなと思いながら、よくわからないけど食べてたけど、まあ、美味しかったですね。八戸からこっちバーンつって来ると、なんかやっぱりさすがにだんだん寂しくなってきて、あれれれれれれ、隣、あれ牧場、うん、牧場ですね。この辺まで来ると結構もう家がポツラポツラになってきて、どうなんですか、昔より減ってる、増えてる、やっぱり減って減ってますね。どうしても高齢化ですからね。子供の頃はもうちょっと賑やかだった。
の感じ、うん、ですね。そう八戸道路かな、はい、そう八戸入ったんだけど、まあ延々山だね何にもないですね延々、あ、これあんだけね、やっぱずっと山っていうのもなかなかやっぱない、ね、だからやっぱまあある程度高速道路なんか走ってても山、町、山、町、山、町みたいな、まあ、まあある程度変化あるんだけど、ずーっと山だからあれ、ね、なんか同じとこぐるぐる回っちゃいねえかなみたいな。株島ってあ、はい、でしょ、はい、今朝ちょっと株島行ってきたら、ああの海猫すげえことだよなんだこれヒッチコックとか怖ーとか、すごいですね、すごいですね。で、まあ傘持って歩かないとですね、あの爆弾が降ってくるっていう、俺結構歩いてきたけどな、だからまあまあ意外はい、どうもエビテスさん、今日はいろいろとありがとうございました。どうもこちらこそ、はい、今日はですね、この薪ストーブの製造でおなじみのあのエビ鉄さんことエビナテッコさんに来てですね、いろいろとお話を伺わせていただいて、あのちょっとね溶接なんかもやらせていただいて、いろいろとありがとうございました。どうも、はい、エビ鉄さんもこれからもまたあの薪ストーブ作ってもらって商売繁盛でねやっていただければ嬉しいかなと思います。また遊びに来てくださいね。あ、いやいや、あの横浜には、まあちょっとね今年忘年会できるような状況じゃねえんで、またね、あの暖かくなって状況良くなったら、また横浜でということでですね、よろしいですかね、はい、どうも今日は本日はありがとうございました。ああ、ちょっと待ってくださいね、はい、あのちょっと今ピピッと作ったんですけど、これ、はい、調査に、あ、はいはいはい、ありがとうございます、あ、熱いかな、はい、大丈夫ですね、はい、エビテスさんからオリジナル表札をいただきました。ありがとうございます。うちの表札にね、したいと思います。あの、タハさんとは書かないけどね。はい。ですね。はい、じゃあ、今日はどうもありがとうございました。どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、はい。じゃあ、では皆さん、さようなら。さようなら。会いましょう。